い、こんにちは、こじるんです。今日もファイナルファンタジー10スフィア版縛り続きをやっていきたいと思います。前回キマリが勝ちましたので通してもらえることになりました。召喚師ユーナ、しつこいっつーの。いいえ、ロンゾが歌を歌って、祈りの歌を歌ってユーナたちを見送ってくれますね。この人たちは結構ね、いい人なんですよね。キマリにレベルを合わせてくれて、今まで取り逃していた敵の技も与えてくれ、テーテーなんでしょうかね、本当はね。ロンゾ合唱団の皆さん、ユナたちにしたら反逆者っていうことでね、追われる立場ですからね、こうやって見送ってもらえるとありがたいですよね。よかったですね。よし、じゃあ進んでいきたいと思います。宝箱が確かありますね。よし、ここに一つ2万ギル、ありがとう。で、左側にももう一個宝箱がここに隠れてあります。メガポーションを2個手に入れました、ありがとう。試しに何回か戦ってみたんですけど、ちょっときついので、リュックの装備を、改造します。今薬の知識見破りがついたこのサバイバーに先駆け、それと回避カウンターをつけておきたい。テレポスフィアを1個消費しますけれども、これをつけておきます。ここはちょっと物理で殴ってくるのが多いので役に立つと思います。盗んで、ここを毒消し4個、輪っかで捕まえていく。この子たちは全部石化するんですけれども、ここまで来ると石化の確率がちょっと低くなってきますね。石化防御が多少あるので、石化攻撃回でも 100% ではないですね。まあ2分の1ぐらいの確率になっちゃうんでしょうかね。お、うまく捕まりました。ここは石化が効くモンスターが多いので助かりますね。盗んで、生命の泉、これで、これも石化が効くはず効かない。輪っかで効いてくれ。あー、ダメか。あー、これやばいかな。スマダサンタいる。まあ、どっちにしても一撃ですからね。あ、まずい。あ、避けてくれた、ラッキー。種大砲、お、持ちこたえましたね。輪っか27残りました。リュックをとりあえず起こしておかないと危ないですね。あ、効かないな、これなかなか。石化が効きませんね4回も外してるよ。あ、混乱しようかな。あ、
でも倒れてくれたので逆に良かった。リュックは大丈夫ですね。回避カウンターなので攻撃受けません。回避してカウンター攻撃をしますね。いや石化が全然効かないな。種大砲リュックなら OK。 毒は効いたから毒で倒れるかな。あ、まずい。早いところアシュラを倒しておかないと。回避カウンターでも避けられない攻撃をたまにしてくるので早いところを倒しておきたいんですけれども、リュックは OK。 とりあえず輪っかを起こす方が先かな。あ、これ両手で殴るやつが回避カウンターが効かないんですよね。通常攻撃じゃないとダメなので、種大砲は大丈夫。お、華麗を覚えましたね。これは避けると、避けていると覚える。オーバードライブタイプですね。やっと捕まえました。いや、石化が効かなかったな。こんなにもうちょっと効くと思ったんですけどね。あー、リュックにしてくれ。あ、まずい。混乱はまずいよ。みんな石化、石化、あ、まずい。石化武器だからまずいよね。逃げとこうか。あ、逃げられない。まずいぞ。逃げるか、逃げられ、よかったよかった。これ絶対こうなるよね。ひどい、ひどすぎる。輪っかさんひどいよ。よかった、逃げといて。まあアシュラの方は捕まえたのは有効ですからね。さてと、雷の目先が欲しいので、こっちは盗んでから、当たるかなー。あー、当たらない。もうわっか命中が足りなくなってきてるので、なかなか飛んでるやつにも届かないんですね。かといってわっか以外誰も届きませんが、ティーダがたまに届くぐらいかな。あー、まずいぞ。サンダガはまずい。あーあ、なぜか、あー、雷向こう来てると思ったら炎にやられた。さて着替えてきました。一応みんな炎は無効にしてきました。雷だけ気をつけるようにしたいと思います。魔石を盗んで、炎の魔石はたくさんあるので、とりあえず捕まえて、できれば雷の魔石をもう一度一回ぐらい盗みたいが、サンダが炎は大丈夫。リュックを起こして、やっぱりこっちを先にね。ガルキマセルは石化防御はゼロなので、当たれば石化するんですけれども、石化攻撃回で、
そもそも当たらなくなってるのでね、なかなか難しいですよね。グレネードの方は石化防御が50あるので、 100% の石化攻撃回でも 50% の確率ですね。2分の1の確率で石化します。これは当たるのは当たるんですけれどもね、まあ自爆しても炎を無効にしてあるのでやられることはないはずです。炎の魔石、輪っかでできれば捕まえたい。あーダメだ、自爆だ。まあ問題はないです。山そのものがまるで試練。違うのが出た。バンダースナッチ、ドリームパウダー2個、ありがたい。これはティーダーだと、あー避けるよね。輪っかで叩いた。これアロン、アロン当たったけどダメだ。何をやってるんだ私は。お、金の砂時計いいですね。全体スローがかかります。とりあえずこの機械を設置して、炎は無効にしてあるので問題ないですね。輪っかで木を叩いて盗めるかな。ハイポーションで、これはもう10体捕まえているので倒すだけですね。これは石化してくれます。よしよし、この手前で出るモンスターはとりあえず一通り捕まえたので、ちょっと進んでいきたいと思います。エンカウントなしにしていきますね。あー、エンカウントなしだと楽ですね。こんなに楽なんですね。なんかあったっけな、ここの辺。ここはない。で、ここを登ると、これが確かブラスカのスフィアがありますね。これを見てみましょう。やあユーナ、元気かい。このスフィアを見るとき、お前はいくつになっているかな。きっと母さんによく似て綺麗になったろう。せめて一目でも。ブラスカからユーナちゃんへの最後のメッセージですね。ああ、そうそう。ジェクトやアーロンもみんな元気だ。父さんたちはとても愉快に旅しているよ。もちろん楽な道じゃないが、後悔はしていない。なぜって、これこそが父さんの道だからね。だから、ユーナも大きくなって、自分の道を見つけたら、やるべきことをやりたいように頑張ってみなさい。ジェクト寒そう。どんなことでもきっとうまくいくさ。いいかいユーナ、ユーナの未来を作るのはユーナなんだ。思い通りに生きてごらん。それがどんな道であろうと父さんは応援するぞ。父さんはいつもお前と一緒にいるよ。いいこと言ってるんですけどね、後ろのジェクトが気になってここでアーロンがオーバードライブ技ジンプ、最後のオーバードライブ技を覚えました。
他のジェクトのスフィアはジェスフィアマダンジを倒した後に全部戻って取っていますので、これが一番最後で、これでアーロンのオーバードライブは全部覚え切りました。この山で命を落とした召喚士は異界送りされないの。なんで？別の召喚士がいないと誰も送れないでしょう。ってことは何人かは魔物になってこの辺りにいてもおかしくない。ユーナは大丈夫だけどな。そうね。だからこの辺のモンスターは強いんでしょうね。右下が本線なので、こっち先に宝箱を開けていきます。ここはアーロンさんの防具が入っているはず。守護の腕輪を手に入れました、ありがとう。これはそこそこいいやつだったと思います。これですね、完全石化防御と完全毒防御がついてます。枠が他にないのがもったいないんですけれどもね。まあとりあえず完全石化はありがたいですね。じゃあ進んでいきましょう。いや本当にエンカウントしないと楽々ですね。ここにワンツがいるかな、いた。話していきましょう。はじめまして、ユナ様。僕ワンツって言います。今まで何度か会ってますよね。今日は逃げないのか。うん、兄さんの代わりにちゃんと仕事しないとね。旅の商人23代目大赤屋知ってるよね。お前あいつの弟。うん、兄さんユナ様を助けに来たがっていたけど、反逆者に協力した罪でジンに捕まったんだ。俺たちのせいか。でも兄さんは後悔してない。だって捕まる前に言ってたしね、自分の代わりにユーナ様を助けてくれって。どうしてそんなによくしてくれるんですか。それはほらそんなことを気にしてる場合じゃないだろ。僕の仕事やらせてよ。大赤屋よろしく。武器がねここで割といいのが売ってるんですよね。ユーナのこれ穴が3つあるからいいかな。とりあえずどうしようかな。ブーストサボテン、これはちょっと買っておきたいかな。魔法ブースター、MP が2倍必要なんですけれども、威力が 1.5 倍になりますね。魔法攻撃 10%、 魔法攻撃 5% がついているので一応買っておこうかな。まあスフィア版をいじってないのでビビたるものなんですけど、一応買っておきます。まあ、サバイバーは本当は、リュックの薬の知識のついた武器でいつもここで買うんですけれども、今回はアルベドガンナーからドロップしましたので今回はいらないですね。次第の固定、これ枠2ついいかもしれない。ちょっと買っておこうかな。今はつけなくてもいいでしょう。ゾンビ防御、ゾンビ防御どうなのかな。一応買っておこうかな。次の戦いに必要かな。ユーナのゾンビ防御はいらないような気がするけれども一応買っておこう。ヘイストアーマー、ピンチにヘイスト、これはもしかしたら何かに使えるかもしれないので、穴も2つあるので買っておこうかな。買っておきましょう。2個ぐらい買っておこうかな。お兄さんのご無事
祈ってます。ユーナ様こそお気をつけて。はい。ワンツもね、ユーナの追っかけですね。あの雷平原の旅行講師で写真撮って逃げたのはこの子ですからね。この下側に宝箱が2個あります。 HP スフィアを手に入れました。ありがとう。こっちが、レベル4のキースフィア、ここに1個ありますね。ありがとう。ここね結構見逃しがちなんですけれどもね。じゃあ進んでいきましょう。ここは何もなかったよね。登って、これ初見の時に迷子になって戻ったりなんだりしていた記憶がありますね。ここまで来て倒れるのは悔しかったでしょう。心残りで魔物になっちゃうのかな。まあ悔しいんでしょうね。さてここに着きました。どうしようかな。まあ、ここで本当はアイテムを集めて、どうしても作らなければいけない防具があるにはあるんですけれども、一回ちょっとダメ元で突っ込んでみたいと思うんですよね。オーバードライブタイプは全員フンヌにしておきます。フンヌの方が溜まりやすいですね。ボス戦の時は倒して溜まるやつとかそういうのはダメですのでね。とりあえず先駆けを持った3人をメンバーにして出しておきましょう。いやこれ倒せるとは思ってないんですけれどもねちょっとどんなものか知るために進んでみたいと思います。分かってる。ユーナ究極召喚手に入れちゃうよ。分かってるよ。私何も思いつかない。俺もだ。どうしよう。なんとかなる。今の俺たちは何も知らない。このままじゃユーナを助けられないけど、ザナルカンドへ行こう。行けば何か分かるって。きっとそこから始まるんだ。へえ。ん？今、頼れるエースって感じしたよ。ザナルカンドウェーブスのエース。最初から言ってんだろ。あはー。あー、出ましたね。ほう、ジェクトの息子か。リュック、先に行ってアーロンに伝えろ。一人で戦う気？いいから行けって。ザナルカンドエイブスのエースなんて言っちゃったから。よかろう。死の安息に沈め。ジェクトの息子って言われちゃいましたね。発光をつけるな。みんなすぐ来てくれましたね。ユーナ殿、お久しゅう。ユーナ、異界送りか。その前にロンゾの生き残りに伝えたいことがある。実に勇敢な一族だった。私の行く手を阻もうと捨て身で挑みかかり、一人また一人。ユーナの後ろはロンゾが守るって言ってましたからね。決まり。そのロンゾの悲しみ、癒してやりたくはないか。何を言いたいのです。彼を死なせてやればいい。悲しみはつゆと消える。スピラ、死の螺旋にとらわれた
悲しみと苦しみの大地、すべて滅ぼして癒すために、私は真になる。そう、あなたの力によって。まあ、シンバーがこういう思想になっちゃったのがいろいろあるんですけどね。私と共に来るがよ。私が新たな神となれば、お前の父も救われるのだ。お前に何がわかるってんだ。哀れなもの だが、その絶望もここで消える。すべての嘆きを断ち切ってやろう。この時ティーダが怒ったので、シンバが言ってることが嘘じゃないっていうことがなんとなくユーナに分かったんですね。とりあえずリュックは HP を減らして、ヘイストがかかってる状態にしてあるので2回動けますね。何を先にしたらいいかな。とりあえずやらなきゃいけないことは、アーロンさんを HP を2倍にしなきゃいけないんですが、出していないので、とりあえずサイレントマインで沈黙にしておきます。沈黙にしておけばデスペルを使ってこないのでね。かけた補助魔法が解除されなくて済みますのでね。サイレントマインをとりあえず投げて、体力の薬をアーロンさんに投げて、でこれを回復しないといけないでしょう。あ、いやー、他の人にしてもらいたかった。アレイズでこれ死んじゃうでしょ。ね、せっかく体力の薬を投げたのに。さて、どうしようか。とりあえず、フェニオで薬の知識でフルで起きられて、これで次は体力の薬を投げるでしょ。向こうはあれ、よしよしよし、まあアーロンさんじゃないからよかった。起こしてアレイズは問題ない。よし、でアーロンは自分で回復しようかな。倍になってる。ハイポーション。これで2000超えになりましたと。やっぱり行動の早い人を出して、べき。あ、これ叩いちゃいかんかったかもしれない。毒を入れておかないと始まらない。沈黙毒が入っている。まあ叩いとくか。もう叩いちゃったからね。これでアーロンさんにプロテスをかける暇がなかった。だよね。あ、最初のやつが来たのがまずかった。ですね、とりあえずこのゾンビ防御の2枠空きがあるところに HP
20をエレクサー5個使ってつけて、ここかな。まあとりあえず いでしょう。でオートポーションをつけるかオート ST をつけるかちょっと悩むところなんですけれども、ゾンビになった時にオート ST がいいんですが、オートポーションの方がいいかな。まあこんな感じで、とりあえずセーブしなければ消えますからね、失敗すれば。まあ何でもやってみましょう。これ倒して、でこれで よし、ピンチにヘイストを使いたいので、ちょっとね削っておきたい。2人逃げて、あとは自分を攻撃、もう一発、よし。まあこの2体だったら当たる攻撃はしてこないので問題ないですね。これで逃げる、逃げられない、もう一発逃げる、よし。はい、2戦目です。リュック・ユーナと、最初から今回はアーロンさんを出しておきましたので、ヘイストもかけたいんだけど、どうしよう。チョコボの羽、ユーナが一旦増えるだけだから、とりあえずユーナやることないから、体力の薬が先かな、それとも毒か。体力の薬だよね、やっぱり先に体力の薬。 HP を2倍にする、エクスポーションいっぱいあるから使って2倍にしておく。 2678HP20% が効いて結構増えますね。これでチョコボの羽、一応毒を先に入れた方が、次にシーモアのターンが来るから毒かな。毒を投げる、飛びの槍、リュック、リュックを起こして、1400、レイズは大丈夫。これ倒れてる人には絶対アレイズを使ってこないんですよね、なので起こさないとダメなんですけどね。ユーナやることないんだよね。かといって他もやることがない。実際リュック以外やることがない。リュックのターンで、とりあえずチョコの羽、リュックが一旦倒れたんで、ヘイストが消えたんで、ヘイスガをかけておこうか。ヘイスガ、まあアーロンさん以外は生き残れない
ので意味はないんですが、ここのターンが大事かもしれないのでね。防御、そして聖水でゾンビを消して、ここでうーん、忘れちゃいけないやつ、サイレントマインを投げていく。沈黙にする。1400ダメージ、アレイズは問題ない。お、いいぞー。ターンが、こっちのターンが結構多いですね。どうしたものか。スローは効かないし、石化も効かないし、アーロンさんにプロテスをかけておいた方が絶対いいな。プロテスをかける。ユーナは自分で回復する。アーロンは防御。シェルもかけておきたい。シェルをかける。アーロンさんは防御。ユウナやることがないけれど、誰でもやることはない。叩いておく。超合、どうだろう、意味あるかな。一応でもアーロンさんにリジェネがかかってるといいかもしれない。月のカーテン2個、マイティディスーパー、これでよしよし、リジェネとポルテスとシェルと、結局アーロンさんしか生き残れない。あ、まずいなこれ、一人になっちゃったんだ。やっぱりそうね、これアレイズで倒れるよね。ゾンビになっちゃったらダメだな。よし、やっぱりこれは仕方ないので装備を作ります。無理だ。このオートアーマー、大きな方ですね。これがフェニックスの落とすんですけれども、レアでメガフェニックスを落とします。それを集めて、オートフェニックスをアーロンさんの防具につけたいと思います。さて、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。たらチャンネル登録、高評価お願いいたします。ではまた。バイバイ。